中村哲二は、日本の政治家、法務大臣政務官、衆議院議員、参議院議員を務めた、奈良県生駒市生まれ、東大寺学園中学校、高等学校、京都大学法学部卒業、在学中、旧司法試験を受けていたが、5度目で諦める、大学卒業後、運の通る参議院議員の政策担当秘書を経て、2000年の第42回衆議院議員総選挙に、 民主党公認で奈良2区から立候補。小選挙区では自由民主党の滝見に敗れたが、重複立候補していた比例金利ブロックで復活し、初当選した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、前回敗れた滝を破り、奈良2区で当選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、滝が郵政民営化法案の採決で反対票を投じ、 自民党を離党して新党日本から立候補。自民党は、奈良一区から国会した高市早苗を公認し、奈良二区では高市が当選。滝も比例復活したが、中村は比例復活できず落選した。2010年8月12日、法律人材育成強化プロジェクト開始式典に、出席2007年7月、第21回参議院議員通常選挙に民主党公認で、 奈良県選挙区から立候補、国民新党の推薦や当時新党日本に所属し、これまで衆議院の議席を争ってきた滝の支援を受け、当選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、衆議院の解散当日に民主党に入党し、奈良2区から立候補した滝を全面的に支援し、滝は講師を約3800票差で破り、当選。 同年9月に発足した、鳩山幸男内閣で、法務大臣政務官に任命され、菅直人内閣まで務めた。2010年9月の民主党代表選挙では、現職の法務大臣政務官ながら、首相の菅直人ではなく小沢一郎を支持するも、小沢は官に敗れた。2012年、野田内閣による、消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に、 成長副会長の辞表を提出し、4月4日の持ち回り閣議で了承された。7月2日には民主党に離党届を提出し、7月3日に受理された。7月11日、新党国民の生活が第一の決闘に参加。同党参議院政策審議会長に就任。同年10月25日には、直送選挙において、奈良2区への倶楽いを表明した。 同年11月27日に国民の生活が第一が日本未来の党へ合流したことに伴い同党に参加。同年12月4日の第46回衆議院議員総選挙工事を受けて立候補を届け出たため公職選挙法の規定により参議院議員を退職した。二千十二年十二月十六日の第十六回衆議院議員総選挙では日本未来の投稿人で 奈良2区から立候補したが落選。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では生活の党公認で奈良2区から立候補するも、再び落選。2015年2月17日に野党結集の礎になるとの意思により、生活の党と山本太郎と仲間たちを離党し無所属になった。2016年7月10日の第24回参議院。 議員通常選挙では民進党公認で佐賀県選挙区から立候補したが119,908票で落選。2019年夏の参院選に向けて佐賀県で政治活動をしていたが2018年春に立候補を取りやめ奈良県への帰郷を決めたボランティア奈良骨髄バンクの会のボランティア活動を行っている裁判2006年4月8日に 当時の妻が自殺したが、これに関し奈良日日新聞は2010年4月、その大きな要因が中村にあると報じた。中村はこれらの報道を否定し、2010年6月21日に報道を行った奈良新聞社と奈良日日新聞社、双方の社長を相手取り名誉毀損の損害賠償請求各1億円と謝罪広告の掲載等を求め、奈良地裁に提訴した。 被告の奈良新聞社と奈良日日新聞側は全面的に争う姿勢を見せたが2013年1月17日奈良地裁は名誉毀損を認めそれぞれに330万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた裁判長は判決理由で中村氏と妻の遺族側は対立関係にあり両氏は遺族側から得た情報の信用性を吟味し 裏付け取材を行うべきなのに、しなかったと指摘した。また、2011年1月31日には、遺族側が、本件に絡み、中村に対して契約1億4650万円の訴訟を大阪地裁に起こしたが、訴えは棄却された。奈良新聞社と奈良日日新聞社の損害賠償責任を認めた第一審に対して、同社らは控訴したが、大阪交裁は、 控訴を帰却した。さらにこの大阪高裁の判決に対して、同社らは上告したが、最高裁判所は上告を帰却し、判決が確定した。ありがとうございます。